今回は電力見ていきましょう。で前回までのエネルギーのところでだいぶ話した内容というのが関わってくるんでね、まあ、そこまでここで力を合やなくならないことはないです。まだちょっと電気なんでちょっとあの自然のエネルギーとかね、うん、そういうのが関わってくるっていう意味では若干そこはね暗記していくことになります。ではまず早速電力見ていきましょう。で電力はね火力発電と水力発電と原子力発電が主です。まあ、火力はここのね石炭石油天然ガスっていうやつですね。 であとはこの原子力とあと水力ですよねで考えて、えー、特にあの問題を解く上で大事なのは原子力と水力をしっかり見切ることですねここはもう簡単に、えー、これが分かれば簡単に解けていくんででまず原子力ですがまあこ,こではねこの統計にあるのはフランスですね非常に割合が高いとねここはもうあの石器機器の時代に一気に転換していたとで資源がそんなないんで原子力をしっかりやると あと、原子力のやつを扱うには、ある程度の技術力がいますから、先進国ですよね。まあ他のところ20%前後でありますから、イギリス、韓国、まあアメリカ、ロシア。まあ日本はね、一気に減らしたんで、あれですけど、うん。まあという感じで、そういう国が多い。でも特にフランスですよね。この圧倒的に71.5%っていうね、まあめちゃくちゃ高いおり合いなんで、これは抑えてほしいですね。で、次に水力ですよね。で、この水力っていうのは、まあこの、これはカナダ。 とブラジルのというので、非常に高い割合の国々があるとで、えー、こういう国がねどういう国なのかなって考えたきに、まあ、水力というぐらいですから水が大切ですよねそれは分かると思いますでどういうところがいいかっていうとでかい川ですよねでかい川そして高低差がある高低差があるっていうのは高いところと低いところの差があるところですから非常に水の育成がしっかりしているで、さらにブラジルに、特にブラジルですよねここは雨がめちゃくちゃ多いんですよ ね、熱帯雨林だから、熱帯雨林に聞こえるから、雨がめちゃくちゃ多い。考えたら水の量もしっかりあると、うん。そういうところに立地しやすいのです。このカナダとかブラジル。ね。で、えー、この水力発電は、えー、さらにね、この、まあ、今の話を押さえてもらっても、水力発電が立地する場所っていうのは大事で、あとはもう一個ね、特にこのカナダの話なんですけども、人口が非常に少ないと。うん、そういう少ないところでは、 えーそれね、水力発電でかなりの量が賄えると。って考えたら、カナダはどういう国かなって考えたときに、水力発電が多い。だけど、実は資源も豊富なんですよ。その資源を何に回すかっていうと、火力発電でもう回しますけども、それ以外にどんどん輸出していくことができますよね。お金に変えていくことができるわけです。そういう国なんです、カナダ。はい。ということでですね、はい、カナダとブラジル、これを押さえていきましょう。で、あとね、おまけ話、ほぼおまけですよね。石炭、石油、天然ガスと。 ということで、特に石炭が多いのはどこでしたっけはい、インドとはい、中国ですよね。非常に火力発電においても出かけて、あとは天然ガスが多いところってどこかから考えたときに、これは先進国で多いだろうと。なぜなら、えー、お金を出して買いまくる。そして、えー、あとね、そもそもも天然ガスというのが環境にいいですから、どんどん導入が進んでるわけですよ。だから、先進国多い。でも特にこのロシア、あロシアね、まあ、天然ガスが豊富なんで、ちょっと割合が高いな あとは、あとイタリア、イギリスとか、イタリアの国々も、とかね、ヨーロッパの国々、もちろん、こういう国々もね、定年がそういな。まあ、特にめちゃくちゃ多いってわけでもない,ないけども、まあ、割とね、多いな。ちょっと多いなぐらいの感じの違いはありますね。はい。あとね、そうだ、今言った話にプラス、ちょっとだけ知ってほしいのは、その他ってところですね。その他んその他が何だと。えーこの、見たときに、このドイツ。 31.7パーイギリスイタリア、まあ、29.1パー24.1と他の国に比べてちょっと割合が高いとこれっていうのは今挙げた国って何かっていうとヨーロッパの国でねヨーロッパはちょっと環境に対しての意識が、えー、あるんでその他の割合が高いとまあ昔の産業革命とかでボッコボコにね、えー、気を伐採しまくったり環境にめちゃくちゃ悪いことをしたりっていうことの反省、まあ、あの初めに、ね、先に発展してきたということで、えー、今今度は、えー、彼らが環境に対してちょっと、えー、憂慮すると。 いいうことを行っているわけですねで、ここの内容があって、まあ、めちゃくちゃな多いなと感じたかもしれませんが、えー、ここではそんなにめちゃくちゃ覚えることないです実際はだから焦らなくていいですいや水力発電ここはねしっかり考えてほしいのは、まあ、ブラジルカナダねこういう国々もそうだなと雨が多いしでかい川もあるんだな、うん、そういうことを考えるわけですねあとあそうださっき言ったけど あでかい川っていうのは何かっていうと、そうだよ、これ言わなきゃ、有事、有事有事とか。有事氷河地形ですね、氷河地形。氷河地形でゴリゴリに削れたところに川、うん、って考えたときに設置したやつね、これ、氷河地形だ、大事なの。うん。ということですね。で、あともう一個、ノルウェー。うん、返ってきてるけど、これも高低差があるわけですね、ノルウェーっていうのは。なの水力発電が結構豊富だと。いうのが大切ですね。 であと次ね、えーのが原子力発電のスウェーデン、フランス。まあ、フランスはさっき言ったのでいいとして、まあ、スウェーデンも、ね、似たような状況ですね。はい。でも、どっち,こっちも、どっちもね、原子力発電をどんどんなくしていく方向にはあるんですね、一応。まあ、ただ、割合が高いということで、それをどっておきましょうね。で、あと、この風力地熱、また、あ、潮汐石発電、太陽光発電。えー、こういうね、えー、クリーンエネルギーと呼ばれると思うんですね。えー、こういうものっていうのは、非常に技術力がいると。さらにお金もいるわけね。しっかり、えー、設備を整えるのにお金がいると。 で、それでまず先進国が割と多いんだと。あとはそのそれぞれの、ね、それぞれの発,言発電で、えー、条件が変わってくるんで。で、特に風力発電と地熱発電ですよね。風力ってことは数がしっかりあるところ。ここに挙げたドイツ、デンマーク、スペイン、アメリカ。うん。特にドイツ、デンマーク、スペイン。これはまず、ヨーロッパの西側ですね。で、アメリカは、えー、東、西、両方とも広い地域があると。 で大事なのはこの変性風ですよね年中同じ方向から吹く偏西風、えー、この偏西風を利用してね風流活動をしっかり行っていくとだから割と安定的な供給なんですね本来風流活動はそんな、まあ、安定的とは言えないんですけども、まあ、比較的安定的ですよね他の意味不明なところに立てるよりはってことね特にこのさらにドイツっていうのはもうめちゃくちゃ環境問題には力を入れていると あとは、地熱発電かな。これも大事かな。環、うん、太平洋相談隊の国々ですよね。アメリカ、日本、インドネシア、フィリピン。まあ、火山があるところですね、うん。で、地熱発電が行われる。まあ、地熱発電っていうのはあの、地下水とかがマグマとかで温められて、それが蒸気になるわけね。なって溜まってると。それ,を吹きだそれに穴を開けて吹き出させて、それで、えー、タービンを回して発電していくみたいな感じの発電ですね。うんまあ、そういういので、まあ こういうい国には環太平洋増大の国々なんだなと。だから、潮水気発電ね、これはまあ、一応書いたみたいな感じで、そんな大事ではないと思うんですけども、ちょっと特徴的なんでね、まあ、潮の満ち引きで発電していくと。フランスのサンマラワン。あともう、この、潮水気発電に加えて、あと、潮流発電、発電とかもあるよ、最近。潮の流れで発電するみたいなね。まあ、なかなか難しいし、大変だ,だろうけども。まあ、いろんなもの要は、あの、地球上をエネルギーがいろいろな形で回っていると考えたら、 すべてのものが発電につながるわけですよね。逆に言えばね。まあ、エネルギー保存,保存、エネルギーの保存とかあるから。だって考えたら、まあ、もっとね、他にもいろいろなものが発電,発電に使えるんじゃないかなと。うん、そういうふうに考えますね。あと、空気ね。空気エネルギーっていうのも注目されてますけども。うん。これはなかなか難しいらしいね。まあいいや、まあいいや。無駄話やったわ。えは、だ太陽光発電行こう。太陽光発電。 太陽光発電は、ドイツ、イタリア、スペインアメリカだまあ、要は、そんな曇んねえよなとか、あとは、まあ、設置する場所があるねっていうところで行われるわけね、太陽光発電。ただ、これ問題っていうのがあって、まあ、あの、事故とかあった場合に、すごい、あの、太陽光のね、パネルから液漏れとかしたら、非常に環境に悪いと。ね、そういうのがあるんで、なかなか難しい話もありますね。あと、スペースを単純に取るんで、ね、うん。さあ、最後、まあ、バイオエテノール見ていくと、バイオエテノールっていうのは、 要は、ゼロサムって言われてて、その、穀物を、えー、植物はね、利用して、あのー、エネルギーを使っ作っていくわけですよね。それを使ってやると、二酸化炭素が出るけども、そもそもの、その穀、植物がね、今までずっと二酸化炭素で、ゼロサムつまり、プラマイゼロというね、考え方。要は実際どうなんだろうね。これ、否定されてるのかな多分、わかんないけど。結構疑問視されてますよね、これ。で、その、バイオテナルはアメリカとかブラジル。 で、これどういうところかっていうと、トウモロコシの大量栽培のアメリカ、サトウキビの大量栽培のブラジルということで、その強いやつを使って、バイオレスナルを作ってるんだよと。うん、そういうことですよね。っていう話でした。はい。まあ、今の、今日もね、一気にまとめていきましょうね。まずこの、電力でね、注目すべきなのは、原子力と水力っていうね、特徴的なやつでした。原子力っていうのは、まあ、あんま主義がない国、特にフランスですね。 あと水力ね水力発電っていうのは、ま、地形が大事だと U 字谷とかの、まあ、氷,河氷河地形ですね、えー、広い川幅そして水量が豊富で高低差があって水の勢いが結構安定してきているというところで雨が光り降るそ,してそういうところを合わせて、えー、カナダとかブラジルですよねであと火力発電火力発電は石炭石油天然ガスなんですけども特に石炭中国とかインドの石炭、まあ、石炭がしっかり取れるところは石炭を使うねと実はここにプラスオーストラリアとかも入ってきますけども まあいいでしょう。えー、と、そしてあと、えー、これね、天然ガスね。天然ガスっていうのは、まあ、先進国がね、割と買い付けていたりするんですね。えー、特に特徴的なのは、まあ、ロシア。あと、自分たちで取れるイギリスとかね。うん、こういうとこは割,割とね、特徴があるかなという感じですね。言うてもそんな変わんないけどねで。あとはもう一個、その他。その他っていうのは何かっていうと、クリーンエネルギーのこと、ここでその他。はい。えー、特に、 イギリス、イタリア、そしてドイツね。こういうヨーロッパの国々ね。こういうのは非常に、えー、力を入れてるんですね。クリーンエネルギーね。で、ここ、バートに行くと、まあ、ブラジル、カナダが風力発電で、プラスノルウェーが入ってくるんだよ。とノルウェーも高低差がありますから。で、原子力はさっき言ったフランス。フランスに加えて、あとスウェーデンという国が入ってきますね、うん。あと風力発電ね。これは偏西風があるところ、ドイツ、デンマーク、スペインとかの西側とか、アメリカの西側だ、ね。 こ偏西風を利用している偏西風で。あと地熱発電っていうのは、環、ま、太、あ、平洋増産体のふり組みですよね。しっかりと火山があるところ。あとは長縮発電って、まあ、フランスの30番ね、とまあこれはまあ、いいかな。で、太陽光発電っていうのは、まあ、ある程度先進国でできると、まあ。あと太陽,太陽がしっかり当たるとかね。で、バイオアテのように考え関しては、アメ,リカとアメリカのトウモロコシだとか、ブラジルのサトウキビとか。 というのがありますよということでした今回もお疲れ様でした、えー、終わります